とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今回のタワー、ガントレットがありますけども、これをユニークでパワーアップさせると、締め具になるんでしょうかということですね。わかりません。なので、やってみようと思います。12回の報酬のガントレットですね。これが締め具になると、まあまあ、面白くはなるんじゃないでしょうか。とりあえず行ってみましょうか。火属性と、そうね。毒の雲かな。で、リフレッシュなんかを入れとけばいいんじゃないでしょうか。あんまりね、いいエンチャットはついてません。なんかこういう感じになるのか。あ、そうそうそう、そうだ、ガントレット、そう。そうだわ。こういう殴り方になるんだ。きつくない？これ。これきつくない？オッケー。おーおーおー。まあ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 、弓も使っていけばなんとかなるか。そうそう、こんな感じだわ。ガントレットは。オッケー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 。大丈夫。いざとなったら弓があるんで。なんとかなる。行ってみよう。じゃあ。やっぱリーチの短さよね。弱点は。リーチがとにかく短い。これが、ガントレットの、弱点です。オッケー。それに火属性と、毒が入ってるんで、まあまあそれなりのダメージは出せるか。何になるかよね。締め具になってくれればほんと嬉しいんだけども、マウラーズとかだったらちょっと残念だな。行きましょう。マウラーズはやめてほしい。待って、こっちもエンチャー入れていけ。よし、オッケー。いいじゃない、固まんな。よっしゃ、やばい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 、危ねえ。よし、結構きつくなるぞこれ。よっしゃ、でもたまにね、こうガントレット使うと面白いかもしれない。よし、もういけるもんだ。火力はね、一発一発が低いんで、そこはちょっと注意していきましょう。はい、カバンあんまり合わんかな。いや、ないよりはマシだね。断然マシだ。 OK。 おい、ちょっと待って、やっぱり凍結は嫌いだ。よし、連続攻撃系だから別に凍結にもね対応はできるんだけどね。いけ。いや、きつい。そんなダメージ与えきれん。あ、ナイス。これが出ればいい。パワーポーションが出れば、パワーポーション出ればまだ戦っていけるね。よっしゃ、次、毒の雲を1上げて、あとはいいかな。影の爆発も入れるか。あ、まあ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 、まだいい。ちょっと待て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 。よし、これ欲しかったんだ。影の爆発あっても面白いかもね。よし、いや、まだ出てくるから、ここ。よし、意外とこ出るもんね、敵が。
いいよ。はい、食べ物で HP は回復しそう。あぶね。あとウィザースケルトンが何体かいるかな。よし、終わり。欲しいな、欲しいね。ドラはいるし、いやいや、ドラと変えます。うん、影とこのパワーポーションをちょっと主軸に戦っていこうと思うんで、これでいこう。うん、多分いけるよ。し、締め具になった時はね、もうぜひともこのキノコを使いたいもん。なので、持っとけ。キノコはここ一回だけしか入手できる場所がないんで、ここでしっかり取っときましょう。いいんじゃない？うん。あ、やっぱり、キノコ取ると全然強さが変わるね。むちゃくちゃ強くなる。オッケー。あとはあっちでおしまい。いいね、いいダメージだ。いくぞ。いや、きついいや、きついぞ。結構きつかった。いりません。パワーポーションはまだ効いてる。基本弓での戦いになってきてる。まあまあ、それはそれでいいとしようね。ユニークになってからが勝負だ。よし、いっけ。ナイス。ああ、パワーポーションがないとちょっと火力になっちゃうんだよね。倒しきれない。ちょっと待て、凍結した。では18回クリア。ではここが商人だね。何に変わるんでしょう。シメグだったら大当たり、マウラーズは大外れ。さあ、なんだ。いや、もうプレートアーマーあげたい。なんだ、マウラーズです。マウラーズになりました。いやー、厳しいって。マウラーズで行くのはこれ厳しいぞ。まあ一応行くけどさ、なかなか、難しいと思うよ。まあここのボスは楽勝です。サクッと倒しちゃいましょう。ちょっと虚無が入ってないのは気になるとこだけどね。あぶね。よし、来い。2ターンキルいけるか。いや、多分いけない。おお、いいダメージ、いいダメージ。ちょっと防具を考えないとね。防具をちょっと違うやつを装備しないといけない。いけるか。あー、うーん、ちょっと火力が足りなかったね。いけそうな感じではあったけど。よし、はい、倒しましょう。
はい、来い。ドラがないからね、ちょっとダメージが減ります。これもうマウラーズのまんま行くよ。もうマウラーズのまんま特攻しましょう。キョム入れて、うん、キョムが入ってるとね、確か毒ダメージもどん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 増えていくよね。オッケー。もう最悪弓で戦えばいいんだもん。あぶね、あぶな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 。怖え。何が何だかちょっと分かりづらい。怖い場所だ。まあ一応あれだね、リフレッシュ入ってるから近接で戦っていった方が遅く若干ね。マウラーズ、もうこれなんだこれ。うん、仕方ないけどね。ソウルフィストの方がまだマシだった。防具変えたい。うん、防具ないとちょっと厳しいな。性のステータス、あー、まあまあまあいいか。性のステータスアップだったらば、まあエリクさんのカバンがちょっと生きてくるからね。にしてもなんか回避系のエンチャントばっかだな。このまま行こう。あー危ねえ。あー最悪だ、最悪だ。パワーポーション取りに行ったらもう地獄見たわ。あ、でもね、パワーポーションが38秒使えるんでいいね。この8秒っていうのは意外とでかいよね。よっしゃ、まあそのうちまた防具もこれ変えそうだけど、とりあえずはこれで我慢しときましょう。うん、いいね。終わり？だな。まあ、いいか。では22回クリア、次行きましょう。いいです、そのまま。エンチャ欲しいな。タンブルビー入れるか。確実に出していきましょう。で、大電と炎の道も入れとけ。うんうん、もうせっかくだ。OK、タンブルビー出すついでに出していこう。おーい、あっね、火力高え。そうそう、あのデカピグリ結構火力高いよね。この武器にまず慣れろ。武器に慣れてない。危なくなったら影だ。まだまだなんだ。終わり。よし、23回クリア。次に行きましょう。いや、いらんか。あってもよかったかな。まあいいや、これはいいとして、リフレッシュ3入れとけ。で、俺の嫌いな24回ここも嫌いだ。よし、おいって、いいね、いいの出てきてくれた。あっち側にはまだ行きたくない。
オッケー。めんどくせえこいつ。オッケー。いいんじゃない？エンダーマインド倒してリフレッシュを発動させていくってなかなかいいかもしんないぞ。いやあんま良くねえ。こんなに良くなかった。危ない。うちょっと待って、俺影化したよ今。ああよっしゃー、ここめちゃくちゃきつかった。死ぬほどきつかったよ。うん、もうライフ残量ゼロです。あと1回やられたらおしまい。いやいやいや、今のとこマジできつかった。ここもつらいって。いやほんととてもじゃないけどね、クリアができないな。まあなんとかいきましょう。耐久力が全然ないのよね。まあそうか。ほんとエンダーマイトの攻撃でゴリゴリ削られるのよ。やっぱりね、軽減すごく重要よね、やっぱね。おっしゃ。とにかく倒せ。危ねえ、もう。危なくなったらもう、影かっては思ってるけども。影化する暇もないもんね。影化したってもう敵が攻撃始めたところだからバシバシ食らってやられるもんね。もうよし、なんとかクリアしたい。頼む、クリアさせてくれ。やっべ、よし。減りすぎだってな、本当に。よし、OK。行くぞ。このエンチャンターをまず何とかしないと。どうしようもない。OK。いけたっしょ。ちょっと待って。行きまーす。いや、こっからがまだちょっときついぞ。マウラーズで俺は行くから。よかった。変えよう防具を。これでちょっとはマシになるぞ。サプライズギフトでしょと、影凸いいね。影凸入れていこう。 OK。 でもね、影中に倒せないんだよな。まあ、倒せる敵を狙っていくか。よし、影化中に倒さなきゃいけないからね。倒せる火力がこのマウラーズにはちょっとない。いやこれボスにマウラーズきついぞ。エンダーセントとエンダーマンにはちょっと厳しいな。弓を上げ、いやいやいや、そんなズルはしない。これで俺は戦うんだ今回はね。ズルなしでいこう。弓使えばそれはもうもちろん簡単よ。よし、終わり。で弓を変えていいんじゃない。 OK、 いいと思う。この次もきついもんね。そこをなんとかクリアしたい。近接での戦うのがもうきつい。よし、一応倒せるには倒せる。いけきつい。いけ、よし、いけた。いけるいける、ギリギリね。
よし、ちょっと待って、安全なところで戦いたい。よし、倒しきった。よし、いけ、回復を取って。あ、でもね、防具変えてから耐久が全然違うわ。うん、やっぱ強いね、傭兵は強い。これがあるだけで全然違うわ。ちょっとこっち、エンチャントなんか入れれない？まあこれだろうね。怖いな、普通じゃ倒せないからね。あと1回やられたら終わりだ。あいって、ズルやめろよ、今のズルでしょうが。ちょっと待って、これ怖い、これ囲まれたら終わるよ。よし、いけた、倒したね。で、ここも、もう影化しとけ。うん、影化しても一気にいったらいいよ。いけ、一気には無理だった全然無理だ。でも終わりか。よっしゃ、いけた。まあね、そのまんま行きます。エンダーセント絶対きついぞ。はい、マウラーズで倒す。倒せるのか、このリーチの短いやつって。ほんと向いてないんだけども、まあなんとかなるかね。オッケー、鉢いっぱい出しとけ、入れるだけでるけ。オッケー、ナイス、いけ。いや、きつい。ちょっと待って、うわ、いけ。あ、やばい、それやばい。待ってよ、影化しとけ。危ねえ。よし、最後ちょっと弓は使ったけども、いやーきついです。コメントありがとうございます。今回のガントレットはマウラーズになります。とてもじゃないけど難易度が爆上がりしますよ。はい、では報酬を見て終わります。きつかった、24回がきつかった。締め具が出た。毒酸、最後の叫び1、なんだ、栗にいりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。